はい、皆様こんにちは、こんばんは。スイーツ、和スイーツ、はい。あら、ペタペタくっついちゃった。ここはね、お山、ここ、あ、勇気だ。茨城県勇気市のなんだっけ、三つ花だっけ、ね、あ、ちとせ、間違っちゃった。ちとせっていうとこ、はい、クリームは水ですね。はい、とりあえずあのメニューのご紹介しますね。はい、焼きそばクリームあみつでね、いきなりね、焼きそばメニュー、ちとせっていうとこ、ここはね、じゃーん、もうね、昭和初期からやってるような感じのお店ですね。うん、あら、ね、このガラスとこんな感じで、お花が飾ったって、向こうも座敷ね、はい、こっちが厨房ね、うん、はい、このね、この感じもね、あの村岡小学校だっけ、思い出しました。あの向こうの、あ、神岡小学校だいつも間違っちゃう。はい、メニューご紹介しますね。焼きそば500円、中華そば600円、味噌ラーメン、力ラーメン、ところてん、味噌おでん、ひまわり、おしるこ、栗ぜんざい、みつ豆、あんみつ、はい、クリームみつ豆、クリームあんみつ、クリームソーダ、オレンジフロート、コーラフロート、チョコフロート、コーヒーフロート、チョコパフェ、バナナパフェ、パインパフェ、マロンパフェ、フルーツパフェね、だいたい400円から600円の間ですね。はいね、600円、700円あった、あ、味噌ラーメンとかね、750円とか、はい、これね、裏同じですね。はい、さあいただいてみましょう。最初これね、3つこぼしたのかなと思ったんですけど、こういうお皿です。はい、クリームあんみつもらっていいですか。クリームあんみつ、クリームあんみつ、人気ですね。はい、クリームあんみつ、これのね、これとあんこいただいてみ、あら、くっついてきちゃうな、すごいねっとりしてるね。はい、いただきます。うん、うーん、なんかあんこがそんなに甘くないね、ね、美味しいです。はい、これバニラアイスクリームいただきます。うん、うん、美味しい。はい、これパイナップルかな、違う、トマトでした。あ、トマトじゃねバナナでした。ちょっと今日はおかしいですね。バナナいただきます。うん、で今日はね、ちょっと残念なんですけど、パフェ類はやってないんだって、終わっちゃったんだって。はい、でこれがなんだろう、これ何、これなんだろうね、ちょっといただいてみます。洋梨だね、あなたには洋梨なんつってな。はい、一味いただきます。うん、うん、美味しいです。はい、いただきます。